はい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 くか。青青緑茶茶。青緑茶。A 賞か。青緑茶黒。茶黒。いやーまだ覚えなくていいな。シュ。控えめのシュ。アクター、まず下に来るんだ、サザメさん。怪しいぞ。数字わかんない、誰か数字教えて。あと1に数字を教えてくれる人、小学生からやり直すのに付き合ってくれる方は募集中です。興味ある方は DM よろしくお願いいたします。一応ね、今日固定コメントっていうのをやってるんですよね。上の方に表示されてると思うんですが、生配信の方だと邪魔だって人は消していただいて構いませんので。色一応見回りする。大丈夫かな。出た。どうしたもしていく。はい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 。素晴らしい。いないぞ、死んでない。俺は白いんじゃない。ずっと一人だったから、これ死んでたら疑われたら嫌だなと思ってたんだ。ちなみにどうですか、なんかこの人変だなとかあります？ない。特にない。ないですね、特に。今なんだかんだタスク半分ぐらい行ってますね。みんな早いんだよ。いやもうそろそろ全然タスクやんないで見回ってたから、最初や多分なんか残ってるわ。うん、なるほど。プテラ高橋さんは誰も死んでない状態でボタンを押して、で今後ボタンを押す権利がないので死体を隠す権利を失ったということで、結構白目に見ていいんではないでしょうか。白いですね。確かに。それは嬉しいな。いや、そうとは限りませんよ。まあセリフリポートはできますからね。怪しいな。セリフリポートを狙ってるんじゃないでしょうかね。怪しい。じゃあ怪しいな。ちょっとブテハスさんのラインも見ちゃいますよ。僕なんか来たらもう。あ、怪しいな。つっとくときましょう。ブテハスさん来ました。とりあえず。幽霊もうブテハスさんに入れたわ。あ、うん。もう幽霊でタスクやってくれもう。そっちの方が早いしね、結局。うん、はーい。どうしよう、これで本当に。本当にいるよ。なんでだよ。おかしいだろよ。参加今回。やば。ちゃんとスキップ入れたぞ。流れ優しいな。ナビゲーションまで行っちゃおう。ビビってるね、インポスターね。ヘイヘイ、インポスタービビってる。ヘイヘイヘイ。ほら、緑。ちすげえ。上を通っていこう。やめとこう。殺意の波動を感じる。緑。中央を見るか。ピンク、黄緑、ピンク。全然半分まで進んでないじゃん。捏造。ゆく、誰ですか？
はいはいはい。はい、いやー、素晴らしいね。わあ、ボスケさん。いや、なんか、僕も白くなりたいなーって思って。はい、まあ、いやー、これは。白じゃないですか、じゃあ。ブタさん、僕のこと白で見てくれるんですか？あ、全然白ですよ。テラゾーさんがなんか喋りたがってる。テラゾーさんが喋りたがってる。テラゾーさんが喋りたがってる。テラゾーさんが喋りたがってる。先ほどの会議明けから、画面が真っ暗になってしまってですね、タスクとできない状態になってます。この後も真っ暗になるようだったら申し訳ないですが、この後リーブゲームをするというか、了解です。はい、なので落ちてしまいます。はい。はい、アイテムが治ること多いけどね、なんかそういうの。この状態でインポスターが1かけると、相当インポスター厳しい状態になると思いますが、僕はインポスターじゃないんでね、まあ、そう思って入れてください。はい。はい。はい。っていうフラグを立てて、彼は去っていったんだ。一旦スキップですか、ここは。はい。はい。守っているよ。まあ、特に話すこともないですよね。結構な確率で。なんてなんて。復活することもあるんですよね。まあ、でもテラゾさん戻ってくるよ。あんまり復活する事例聞いたことないんだけど、どうだろう。マジで。テナザミさんあるんでしょ。なんか画面、あ、でも真っ黒はないかな。なんか画面固まっちゃったみたいな時は結構次の日直ったりするけど。僕今カフェテリアの前、あの上下に動いてたんですけど、見えました。あ、トリピ見てます。なんかテラゾさんが、テラゾさんが上下に動いてるの。何してんだって思いながら、マップだけ表示できて、うん、マップを表示したまま動いたらマップの中の僕が動いたんで、あ、僕ここにいるんだぐらいしかできない。え、じゃあマップでねプレイしていただければ、まあちょっとテラゾーさんはいいな、プレイできそう。助けの場所分かるじゃないですか。ボタンも押そうとしたんだけどボタン押せなかったんだよ。誰がいるか分かんないよ。配線とかもなんか頑張ってめちゃくちゃ通り試したら、もしかしたらね進んでるかもしれないから、頼む、復活してくれ。寺蔵さん、前からそういう風に縛りプレイしろって神様も。あ、でも投票画面は来れてるってこと？お告げですね。投票画面、僕の一票何？あ、投票画面は正常です。じゃあ戻るかもね。そうなんだ。ただ今カフェテリアにないんで、背景。背景がカフェテリアにないんで無理だ、ない気がする。何か。カフェテリアにはいたね。おう。ヘイヘイヘイ、ヨー、あ、抜けた。まあまあまあ。アギゾクさん押した。はい。あ、なんかテラドさんが落ちたっぽいので。ああ。はい。はい、了解でーす。これ。どうなんですか、続行ってことでいいんですかね、続行さん、理論的にいいんじゃないですか、どうなんだろう、いいんじゃないですか。じゃあ掛け1で、まあ掛け1、逆掛けかもしれないし村かもしれないし、はい、これタスクがの仮にタスクが残った状態で抜けた場合って、そのタスクが、そう、なんか俺も思ったんだよね、なくなります。あ、確かになくなります。あの、その分のタスクが終わったことになります。あ、そうなんだ。はい、さあ、まず一気に進んでたら、まあ、あ、まあまあ、そうか、メタっぽくなっちゃうけど、あんまり見てなかったんで、はい、ちょっと覚えてないですね、僕も。まあミーティング後になってるから大丈夫なんじゃない。あ、そうですね。インポスターで抜けたとしたら相当な試練与えてると思うんで、嫌だと思うんですよね。大丈夫でしょう。スキップしますね、じゃあ。はい、お願いします。まあ、寺野さんが落ちた後もできるように配慮してくださってたんで、はい、インポスターかもしれないよとかなんとか言ってたんで、はい、うん、ちょっとできるだけ続けたいなという感じですね。了解です。はーい、はーい、チームタスク終わりました。早っ、早い、早っ、爆速タスクマンだ。タスク勢なんでできる男だ。これ俺天才的なことに気づいたぞ。何なんだ。意思を尊重して、あと、あ、アートでもあるからもっとかかるか。ギュイ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 ギュピン。言わないとね、あのオイル一滴も入らないんで覚えておいてください。
残り P。ピンク、水色、茶色。水色、茶色、青、茶色、青。わっ、描きた、わっ、怖い、な、怖い。青がいねえ。これ俺大丈夫だね。はい。うわうわ、めっちゃ死んでる。めっちゃ死んでる。僕声入ってるから気をつけて。僕見つけたのはプテハシさんです。多分水黄緑だった。黄緑だった。あ、黄緑でしたね。うん、黄緑だった。プテハシさんです。で、場所がね、アドミンの入室管理のところかな。あのみんなが確認できるところの前。うん、で死んでました。これ多分絞れるんじゃないかな。僕視点だとピンク、赤、茶色が結構一緒にいたかなっていう、うん、一緒にはまあ後半から、ね、ああでもそっか、リアクター前に死んでる可能性あんのか。ああ、まあそれはありますね。そうだな、確かにリアクター5人来たんすよ。最後に来たのはボスナさんですよね、確かリアクター。俺ね、最後っすね。青、ボスナさんですよね。この量のキルは2人打ってみていい、うん、そうだね、そうなったら、はい、ちょっとスナザメさんとボスナさんと全然やってないんで怖いかな。なんかスナザメさん後から急になんかエレクトリカル下の廊下ですれ違いませんでした。あ、僕もそうで思いました。来たね。あ、リアクター、最後のリアクター直した後に、あ、直したっていうか、そのリアクターを直しにアッパーエンジンから向かったんですよ、ね、あ、やっぱそういうことか。でそのままロアエンジンと、エレクトリカルに寄ってない、そのままストレージに行くっていう感じ。割とだからしょぼすけさんと僕とタラコさんとトリッピーはエレクトリカル周辺にいて、オスナさんが途中から消えてスナザメさんインっていう形だったんで、そういうことですね、はい、あとリアクターに入った順番なんですけど、先端とかが入ってて、あと一人ちょっと分かんないですけど、とりあえず最後がボスナさんで、多分さっきの話だと、うん、その後にスナザメさんって感じなんで、ここら辺が多分アドミンとかキルして後にリアクターに向かったみたいな感じだと思うんですよね。僕たち4人は本当ボスナさん、スナザメさん、黒市って感じですね。ちょっと僕、ね、ちょっと単純な思考なんですけど、正直ね、アドミンとかでキルしたらリアクター慣らしたくなるんで、まあ、それぐらいのタイミングかなって思ったりしちゃいます。入れましょう、今日は入れましょう。入れた方がいいと思います。僕はスナザメさんかなって。その2人が若干、いやどうだろう、浮いてる。僕もスナザメさん入れます。大丈夫。トリッピーさんワンチャン怖いかなぐらい。あ、多分ね、センターが見てくれてるんですよ。セルフもワンチャンありますね。ちょっとそこは怖い。いや、正直トリッピーセルフ見てほしいかな。なんで見ないのかわからん。ボスラさん、しか言わない。この会議中、しか言ってないんだけど、ボスラさん。あ、お茶喋った。今オスナさん、うん以外喋った。とりあえずボタン押して、チャピンク、あ、うん、ナイスです、ナイスです。この成長しマジでしてほしかったっす、はい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 、うん、いや、もうこれはうん、これは1ウルフで見ていいと思います。ボス屋さんが議論でしか言ってなかったんですけど、今1日目はいや、俺ずっとそうっすよ。あ、そうなんだ。みんなのレベルが高すぎてついていけない。ボス屋さん、誰が怪しいと思いますか。いやー、どうだろう、誰とも会ってないよね俺。実際前半は一応いましたよね。前半右回りでリアクターまではいたと思いますね。その後、うん、どうしたかっていうのと、オスナさん視点で怪しい人を挙げていただけるといいかな。リアクターまで
最後に合流したっていう話ですか。多分リアクター最後合流したのはボスさん確かにいました。5人いたんで。うん、その後で俺カメラ見たかな、確かカメラ見て誰も映んなかったから上回りでカフェ行こうとしたら通報なるほどだったはず。あ、メッドベイにいたかな。メッドベイ行ったわ。メッドベイでタスクやってたら通報か。ボスナさんつって4人で動くのまあありかな。そうですね、まあ1人連れてるんだな。仕方ないのかなって感じですけど、トリッピーさんのセルフレポートがもうないと見るならもうボスナーさんかな。そうですね、だからトリッピーさん僕のこと殺するタイミングめっちゃあったんですよね。なるほど。でもまあ一応3キロ残ってたんで、うん、まあ僕が言うのもなんですけど切るタイムもあった。ああなるほど、うん、どうでしょう。いやでも僕は一応まあそういう意味では先端、まあ、あ、そっか、まあ、それはあっただけ。先端さんかボスナさんですね。僕の中だとちょっとトリピーさんとの子は白置きしてて、ボスナさんか先端さんなんですけど。うん、あ、先端もね、多分ないと思うな、俺は。だとするとボスナさんです、ね。あ、でもリアクター最初の方にいたんだよね、先端。どうなんだろう。義足さんの位置が分かんないから、下よ。僕、ボスナさん入れました。それなのか。入れたんだ。俺、スキップしちゃった。なるほど。いやどうしよう、これでニューウルフいたらもう俺たちやばいよ。そうね、ニューウルフ入れたら負け。でニューウルフいたらねもうキルしてると思うんですよね。泳がされてる。わあ、オッケーオッケー。あーでもニューウルフ追うじゃん。難しい。あーボスナさんもうまだよ、自分の考えが。やばいよ、一人行動多かったからね。3キルも起こってたらやっぱ一人行動の人が怪しいね。うん、序盤のキルが全然できんかった。いや、申し訳ない。キルするタイミングなくて、こちらこそ本当、申し訳ない。義足2機どこで死んでたんですか。義足は酸素で死にました。あ、酸素か。なるほどね。あ、酸素で。で、その後、ボスネにやられた後、すぐにリアクター鳴らしてました、ボスネ。確かに。ああ、やっぱそういうことか。ね、じゃあ、砂ザメさんがアドミンで殺したってことですか。アドミンで殺してっていう感じかな。